ちは、経営コンサルタントの永野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦見ていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にしてね、一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画の続きを見ることはできません。すべての文言に一語一句承諾できた方のみこの先の動画を見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そして動画の感想を送ってください。そしてステッカーを販売しております。シールですね、これね。令和元年9月23日月曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日はね、祝日でお休みだと思いますけども、まあ、仕事ある人もいるんですよね。いかがお過ごしでしょうか。台風がね、九州の方を襲って、まあ、大変だった人結構いると思います。でも千葉県松戸市もね、熱帯低気圧の風が強くてですね、南風がすごい強いですね。暑くて暑くてしょうがない。もう30度ですから今ね、30度でね、暑くて暑くてしょうがないですね。もう本当に暑いです。真夏ですね。エアコンずっとつけてるんですけども、2日前まで北海道行ってですね、北海道寒かったですよ。朝と晩なんて本当寒くてね、9度しかなかったですから。千歳のホテル、朝ね、7時半ぐらい外出ましたけどね、一旦コンビニ行くのにね、9度しかなかったですよ。ほんと寒くてね、凍えましたよ。はい。まあ、で、セブンイレブン入ってね、温まりましたけれども、北海道オータムフェアでね、大通公園で、オータムフェアでね、テントの中で、じゃがいも食べたりね、ピザ食べたりしてたんですけど、その時も寒くてね、夜ね、夕方。凍えそうになりましたよ。で、すぐにね、居酒屋に、飛んでいったわけでございますが、今日暑いですね、松戸ね。体調崩しそうですね。で、ちょっとね、今日はですね、ちょっと、FX、ドル円 FX、ドル円っていうかさ、FX のことについてやりたいと思います。でね、本日のお題ですが、ドル円などの FX、まあドル円とか、ポンドルとかさ、ユーロドルとか、いっぱいあるでしょ。その、ビットコインじゃない、仮想通貨じゃない、普通の、FX ね。ドル円などの FX は、入れば入出金投資法でしか億万長者になることはできませんっていうね。ちょっとまた確信をついて本格的な話をねしていこうと思います。まあ第二ステップだね。まあ中野研究会もですね、まあ一部の人を残してっていうところでちゃいます。まあほとんどの人が、第二ステップだね、資金を増やすことが、まあできる、安定してできるようになってですね。じゃあ次にね、まあ、大きな資金をね、投入して、例えば、1日で10万、20万って稼いでいくためには、まあ、どうしたらいいのかというところの第2ステップの方法にね、進んでいく人が結構現れているので、この動画を撮ろうと思います。それでですね、まあ、ウェブへってことなんですが、まあ、ご存知の通りですね、この FX っていうのは、このね、FX トレード奮闘記さんのブログがすごいいいんですけれども、バルサラの破産確率表を用いたトレードをしていかないとダメだと。まあ、なんとなくね、成り行きで、ロングとかショートとかね、入ってね、あ、利益出た決済とかね、あ、損出たずっとガチホだとかね、や、損切りとかね、その場その場で適当に考えてると、絶対にお金増えないですからね。絶対に増えないですから、もう計算に基づいて、数学の確率統計学に基づいてトレードしていかないとお金って増えないんですよ。それで、FX のね、トレード手法っていうのは、この勝率と損益率と、
損失許容率ね、1回の損失許容率の3つのですね、マトリックス分析で、出てくるんだよね、手法っていうのがね。だこの3つをまんべんなく、バランスよくですね、当てはめていかないとお金って増えないんですよ。どれか1個でもですね、おろそかにすると、損失が拡大してお金はどんどんゼロになると、毎回ゼロになっちゃうんですよ。だから逆に勝率だけを追い求めてもいけないし、損益率だけを追い求めてもいけなくて、また損失許容率だけを追い求めてもいけないのね。全部バランスよく追い求めてなくちゃいけないので、でやる手法っていうのは限られてるわけですよ。そんなないんだよね。はい。それで、まあ、1回の損失許容率が 1% の場合とかね、2% の場合とかあるんだけど、3% とかね。まあ、だいたい 2% から 3% ぐらいがちょうどいいし、まあ、できれば 1% とか 1% 以内、0.5% とか 0.1% っていうのが一番いいですよね、それはね。例えば100万円のお金を用意して、トレードする中でね、まあ、1回の損失許容率、損失許容が、まあ、1000円とかね、500円とか、そういう可愛い金額でやってれば、お金ってなくならないじゃないですか。そして、まあ、損失許容率が、まあ、0.1% に設定したならばね、あとは、勝率と損益率を、求めればいい、追い求めればいいだけで、損益率っていうのは、固定できますからね、スピード MT4 とかね。はい、あと IFO で固定できますから、あとは勝率だけ追い求めればいいので、すべてね、固定していくことによってですね、あと最後勝率が残っていくと。で、勝率も、上げる必要はないからね。まあ、半分半分 50% とか 45% くらいでいいから。はい。じゃあ、あとこの損益率を、これ取れるところを具体的に探していけばいい。それはテクニカルチャート分析とか、ファンダメンタル分析になるんですけどもね。で、この3つのですね、パラメーターがあるでしょ。この3つのパラメーターを、どういうふうにしていくかっていうのが、FX で億万長者になる秘訣なんですよ。それで、実は FX っていうのはね、誰も勝つことができないルールが実は存在してですね、これ知らない人多いんだよね。多分知らないと思います、皆さんね。知らないと思います。それでね、ちょっと言いますけど、説明する前にね、イメージをつかんでもらいたいんですがね、このルーレットってあるじゃないですか。カジノのルーレットね。で、これルーレットってさ、赤か黒かかければね、まあ、赤にかけて赤が出ればさ、2倍になって帰ってくるわけですよ。で、赤にかけて黒が出れば没収されるわけで全部ね。まあ、こういう、まあ、簡単な仕組みに、これ赤とか黒とか、ここら辺だよね。うん、あるんだけども、ルーレットってね、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、ね、例えばさ、これだったら、このルーレットだったら、この緑のところが1個あるわけですよね。あとは赤か黒かどっちかなんだけど、緑1個あるでしょ。で、これ緑の0のところ入ったらどうなるのかっていうと、赤にかけた人も黒にかけた人も没収なんですよ。で、カジノ側が全部持っていっちゃうね。で、これね、2つの場合があるわけよ。これカジノによって違うんだけど、これ0とさ、00と2つあるでしょ。これは、2倍なんですよね。だから、これ、カジノ側が全部持っていっちゃう確率が2倍になっちゃうわけですよね。で、これ、さ、こんなたくさんね、数字があるから、こんな緑なんかに入るわけないから、うん、気にしなくて大丈夫だよって思う人いるかもしれないんだけど、これ、例えばこれ、緑1個だけあるでしょ。これ1個だけあるがために、カジノが大儲けしてるわけなんですよ。で、赤か黒かってね、やって、まあ、1人しかいない場合に、赤が出ちゃったらカジノ側が損するわけだけども、まあ、たくさんお客さんいればね、赤と黒、うん、均等にかければさ、カジノ側は全然損しないわけ。赤の人が黒に行って、黒の人が赤に行くわけだから、お金がね。全然。ほんで、この緑にたまに入るわけですよ。で、そうすると全部没収できるわけ。で、これ緑に入る確率っていうのが、まあ、これだったらなんだろうな、6分の1ぐらいあるわけですよね。37分の1ぐらいあるわけか。で、これ、まあ、こんなのめったに入んないから、ジャックポットみたいなね、このめったに入んないから、こんな関係ねえよっ
ってみんなルーレットやるわけだけども、この緑1個あるだけで期待値がすごい下がってるわけで、ほとんどの人はこの緑1個あるからあるだけで、ほとんどの人はカジノで勝てないんですよ。この緑1個あるだけで勝てないんです。それでまあ、バルサラの破産確率表にもそういうふうに出てくるんだけど、でね、いきますよ、これね。これ何かっていうと、FX は誰も勝てないルールが存在するって言って、さっきのね、カジノのルーレットの緑の0のとこね、1個あるだけで誰も勝てないんですよ。ね。ルーレットは、緑の0が1個存在するだけで誰も勝てないんですね。で、FX も実は勝てないルールが存在してて、これ知らない人が多いと思いますけども、FX 会社のね、セミナーに参加すると教えてくれるんだけども、FX は現実的には半年から1年に一度、大きな窓開け、フラッシュクラッシュがあるので、誰も勝てない仕組みになっていますと。で、まあ、例えばさ、半年から1年じゃなくて、2年とか3年とか、5年とか10年に一度の大きなフラッシュクラッシュもあるわけで、例えばスイスフランショックとかっていうのがあってさ、一気に、まあ、5円とか、まあ、スイスフラン関係の、ペアの FX やってた人はね、まあ、ものすごいその、マイナスが発生してしまってね、まあ、ものすごいお衣装何千万とかね、何億っていうお衣装が出たわけですね、世界中の人がね。で、場合によっては FX 会社自体が倒産したっていうのもたくさんあったんですよね。で、そういう、まあ、5年とか10年に一度のフラッシュクラッシュもあれば、まあ、半年から1年のフラッシュクラッシュ、いわゆる窓開けですね、窓開けの場合どうなっちゃうかと。で、まあ、毎週月曜日の窓開けもあるわけですから、まあ、毎週月曜日窓開けになる確率って非常に高いので、まあ、土曜日の朝、6時前までには必ず決済しないといけないっていうのは知ってますよね、皆さんね。でですね、世界の FX 会社のルールっていうのがありましてね。で、窓開けの時の予約損切りがあるじゃないですか。まあ、いわゆる損切り、利確と損切りって、ポジション取るとき入れるよね。まあ、成り行きでポジション入れたとしても、損切りと利確ポイントっていうのは後から追加で設定するでしょ。まあ、設定しない人多いんだけどね。成り行きでポーンってロングとかショート入って、そのまま損切り入れない人も多いけどね。それはね、もう論外だね。論外。もう絶対勝てないから。めんどくさいから損切り入れないとかさ、利確入れないって人いるんだけど、絶対勝てないから、それ。絶対に 100% 勝てないから。だから、いわゆるさ、まあ、スピード、MT4 使うんだったら、スピード MT4 を使えば、成り行きでやってもね、これスピード MT4 使えばさ、成り行きでね、入ったとしても、ここでさ、ちょっとごめんな、大きくしようか。スピード MT4 の使い方知ってる？あれ、ちょっと待って、これ。あれがなくなってますね。簡単操作。拡大鏡がなくなってるの。これなんでなくなるの？これ。なんでこれたまになくなるんだろうね、これ。ここのさ、差し値。これが利確決済ね。差し値。で、逆差し値がさ、こう今12ピップスにしてるんだけど、逆差し値で、これポーンってさ、入れると自動で入るわけですよね。で、これすごい便利で、これ普通のね、これ XM ですけれども、ここでね、ロングとかショート入れたとしても、後からさ、ここで、注文の変更しないといけないんだけど、この場合はさ、自動で入ってくれるわけだよね。スピード MT4 を使うとね。だから、ポジションと取ったと同時に、利確ポイントと、損切り、まあ、逆差し値が自動で入るような設定をしないと、まあ、100% 儲かんないよね、それね。当たり前だよね。まあ、エチケットだよね。FX のエチケット。FK っていうのかな。ネチケじゃなくて、FK っていうんですかね。で、窓開けの予約損切りね。だから、損切り、まあ、ポジション取った時に損切りの予約するでしょ。
で、窓開けした場合にはですね、実は窓開け後の着地地点で損切り決済されるんですよ。これが世界の FX 会社のルールなんですね。これ日本のさ、GMOFX とか DMM とかね、全部そうですね。あとは、まあ、海外の XM とかね、iForex とか、全部そうなんですよ。で、窓開け予約各利確ね。で、利確の場合どうなるかっていうと、予約金額で利確決済されるんですよ。これ、ずるくないこれ。ずるいよね。でさ、例えばさ、ロング入れてて、窓開けで上行った場合ね。上行った場合どうなるかって言ったら、ロングで入れてて上ね、上のフラッシュクラッシュで上に行った場合ね、やったーっつって、上行ったーって上で利確だと思うじゃない。その着地地点でさ、利確かと思ったら、ちゃんと予約注文のところで利確されるわけ。で、窓開けで、損切りになった場合ね、例えば、ロング入れてて、下行っちゃった場合は、思いっきり下行って、で、損切り途中で入ってんだけど、そんなの無視して、着地して時点で損切りされるわけ。だからもう最低なんですよね、こんな。FX って、このルールがあるばっかりに、もう誰も勝てないようになってるんですよ。これはもう FX ギャンブルの中の、このルール知ってる人なんかほとんどいないから、で、なんで自分は勝てないんだろうと思っちゃってるわけですよね。で、以上のように、利用者に非常に不利なルールとなっているため、コツコツ稼いでもドカンとなくなります。まあ、窓開けしなくてもね、コツコツドカンでなくなっちゃう人多いんだけど、まあ、今ね、例えばさ、まあ、この1、2年やっててね、で、FX で5億稼いだ、10億稼いだって人いるじゃないですか。でも、それやめた方がいいです。今そこでね。なぜかっていうと、なくなっちゃうから、このルール忘れちゃってるとね、なくなっちゃうので、勝ち逃げした方がいいですね。で、5年とか10年に一度のですね、大きなフラッシュクラッシュってあるわけですよ。その夜中とかね、月曜日の朝だけじゃなくて、日中でもね、ドル円でもドガーンっていうのがあるんだよね。それで、なんだって言ってさ、なんだって言って、大体国内のサーバーとか、まあ、海外もそうだけど、サーバー止まっちゃうんですよね。ほんで、復帰した時には、もう、大幅損切り、大幅ロスカットで、お衣装が発生してるってことになってる、なっちゃうんだよね。いつもそうなんですよ。で、日本国内の FX 業者は、お衣装を払わないといけないからね。FX 会社はね、日本はね。だからそれが5000万、1億、2億ってなるわけ。それが重荷になるわけですよ。で、海外はですね、お衣装がないんだよね。お衣装はないんだけど、例えばその XM だったら XM に入れてたお金が全部なくなっちゃうから、それは結構きついよね。で、損益率を設定しても、窓開け時は期待値を最悪となんですよね。はい。で、どうすれば億万長者になれるかなんだけども、例えばこれ XM の場合ね、海外 FX 口座 XM、まあ、日本の DMM とかね、GMO とか SBI とか何でもいいんですよ。あとなんかラーメンとか食品送ってくるところあるよね。そういうところどうでもいいよ。で、証拠金100万円用意して、100万円から XM やろうって考えたとするでしょまあ10万円でもいいんだけどね、1万円でもいいしね。で、まあ、100万円の場合考えたとして、100万円を全部 XM に入れちゃうと。で、どうなるかというと、損切り許容率は 2% だと、まあ、損失許容率 2% ぐらいがいいよね。1% とか 2% がいいよね。そうすると、損切り幅は2万円。で、損益率2と仮定すると、利確4万円ですよね。損益率は、損が2に対して利益は4だから、損益率は2になるよね。で、40ピプス狙いとしてると、1ピプス1000円だから、10万通貨の投資が必要ですよね、これね。で、証拠金100万に対する投資金額10万通貨。これさ、ちょっと何言ってるか分かんないかもしんないけど、ちょっと、計算するからね。まずさ、だから、損失許容率は 2% だとすると、100万円に対する 2% は2万円でしょ？だから損切り幅は2万円までと。で、損益率2と仮定すると、損益率、まあ、2ぐらい、2っていうのはちょうどいいからね。まあ、
2% で、2% で損益率2だと。2だよね、ここだよね。そうすると、まあ、勝率は 最悪 45% でも、破産確率 0% なので億万長者になるということですので、まあ、2より下でもいいけどね、例えばね。例えば、勝率5分5分、50% で、損益率 1.5 でもいいんだけど、まあ、今回計算しやすいように、2にしました。損益率2。で、利確4万円だよね。で、40ピップス狙うとしたら、1ピップス1000円で、40ピップスかける1000円だから4万円ですよね。利確4万円を目標とすると。そうすると、1ピップス1000円だから10万通貨の、投資が必要ですよね。10万通貨。まあ、XM は1ロット10万通貨。まあ、通常の場合ね、通常口座だとね。マイクロ口座だと1ロット1000通貨なんですよね。1000通貨なんですよね。まあ、で、通常、口座だと1ロット10万通貨なんですけど、まあ、10万通貨の投資が必要だと。で、10万通貨で今ね、今1ドル107円70銭だとするでしょ、計算しやすいように。そうすると107.7だよね、107円70銭だよねの10万通貨かける10万だよね、これ。そうすると1077万円のお金が必要なわけ。レバレッジ1倍にするとね、1077万円を動かすわけですよね。10万通貨だからね、 10万ドルってことだよね。10万ドルは1077万円ですよね。で、1077万円なんか用意できないから、証拠金100万円に対する投資金額10万通貨どうするかってことですね。だからね、それで1077万円用意できないんだけども、こう100万円あるじゃない。で、これを割る100万円なんですよ。100万円100でしょ。そうするとレバレッジ 10.77倍なんですよね。うん、1077万円用意できないけど100万円は用意してるわけですよね。100万円はね、だからレバレッジは 10.77倍なんですよね。わかるでしょ、ここまでは。で、ただし、フラッシュクラッシュが発生すると、証拠金はゼロとなると。期待値はマイナス無限大になっちゃうんでね。わかるでしょ、損切り幅 2% で2万円、損切り2万円までいったら、もう自動で、ロスカットするようにね、これ、今ね、出金して、今5万円、まあ結構何十万って言ったんだけど、後で説明するけどね、いつも5万円になるようにしています。どんどん毎日出勤してます、今ね。それで、ここでさ、損切り幅、まあ、2万円ね、してますよね。それで、フラッシュクラッシュが発生すると、さっきのこのルールのようにですね、無限大にですね、マイナスになるわけですよ。で、まあ、海外口座 XM だから、お衣装がないわけだけども、ここにね、XM 口座に入れた証拠金は全部持っていかれるわけ。100万は全部持っていかれるわけ。だから、まあ、期待値は無限大っていうか、まあ、100%、まあ、無限大だよね、期待値はね。証拠金0円ってなっちゃうから、この100万円は全部なくなる。ただ、お衣装はないです。国内口座の場合は、この100万円を持っていかれる、プラスアルファは、お衣装も発生するからね、もう国内口座やんないわけですよ、絶対に。株、まあ特に FX は、国内口座はやると、まあ、家、屋敷全部取られちゃうからね、もう FX やんないわけです。海外口座でしかやんないほうがいい。しかも海外口座も、持ち金全部入れたらもうアウトだからね。で、どうすればいいかということですね。で、期待値はマイナス無限大なんですよ。で、とにかく、この、常にですね、IFO とかね、まあ、スピード MT4 で、ポジション取るのと、まあ、成り行きポジション取るのと同時にですね、指し値と逆指し値が自動で入るような設定をしても無理なんですよ。あとは、その新規注文のですね、この IFO ですね、指し値注文のバイリミットとかね、リミットとかストップを使った、IFO 注文をやったとしてもですね、飛び越えちゃうからね、窓開けて。だから、ほぼほぼ、
誰も買ってないんだよね。誰も買ってない。まあ、1年、2年は勝てますよ。半年1年とか2年とか。だから1億、5億、10億ってなるけど、そっから先が、全部持っていかれるから、もう全部入れてると。奨学金全部入れてるとね。で、どうするかってことなんですけど、こうするんですよ。で、XM 奨学金には奨学金、まあ5万円ぐらい。まあ場合によっては、まあ、例えばさ、全体で100万円あったら、ね、全体で、FX に投資する金額100万円用意できたら、5% の5万円だけ入れておくんですよ。で、あとは、残りは日本の銀行ね、三井住友とか、三菱 UFJ とか、朝日銀行ねえけど、地方銀行とか、信託銀行とか入れ、まあ、自分の銀行座に入れときます。はい。そして、まあ、さっきと同じね、これ、損失許容率 2%、損切り幅2万円だよね。だから、全体で考えるんですよ。5万円の 2% って言ったら、1000円だからね。1000円の損切りになるけど、これ全体で考えてくださいね。全体ね。銀行に入ってるのと、FX 会社の証拠金と全体で考えるんです。そうすると 2% は損切り幅2万円でしょ。で、損益率2と仮定すると利確4万円ですよね。で、40ピップス狙いとすると1ピップス1000円だから10万通貨の投資。証拠金5万円に対する、まあ、ここね、前提100万なんだけど、証拠金は5万だから。で、証拠金5万に対する、投資金額10万通貨はいくらになるかというと、また107円70銭で計算するよ。107円70銭かける、10万通貨だよね。は、1077万円が必要ですよね。で、ただし5万円しかないわけですよ。5万円しか証拠金用意できないと。そうすると、最大レバレッジは 215.4 倍。ここで 215.4 倍って書いてあるよね。で、国内口座は25倍までしかできないから、まあ到底こう5万円じゃ10万通貨かけられないんだけど、海外通貨だったら XM だったら888倍までいけるから、215倍なんて、まあ余裕のポンちゃんなんだよね、まだね。で、 XM にはしかもゼロカットっていう仕組みがあって、FX の利用客のですね、資金保護をしてくれるわけですよ。これ国際的にはゼロカットをしないといけないってなってんだよね。利用者保護の観点から、まあ、国連とかさ、OECD がさ、勧告してるわけ。でも日本はゼロカットシステムやってないんですよ。まあ、警察官とかよくわかんない。天下りがよくわかんないんだけど、やってないから、むちゃくちゃ破産してるわけですよね、日本人っていうのは。うん。で、海外はもうゼロカットシステムっていうのが当たり前になってて、利用者保護の観点があるわけですよ。で、あるので、フラッシュクラッシュが発生してもですね、お衣装は払わなくてよく、しかも、なくなるのは5万円だけなんです。5万円だけなくなるんですよ。そして、95万円は保全されるわけですよ。XM とか関係ない銀行に入ってるからね。で、しかも、実は、まあ、2万円の損切りだったら、2万円入れとけばいいんだよね、実はね。そうすると、これがまあ、500、そうだな、500、600、700倍ぐらいになっちゃうかな。レバレッジ700倍ぐらいになっちゃうけど、888倍まで使えるんでね。あんまりこう、損切り、まあ、そうだな、いいんじゃないですか、これ。ほいで、もう、ゼロカットがあるから、これ全部2万円がなくなったら終わりですからね。だから5万円、まあ、多めに入れて5万円でもいいし、まあ、2万円でもいいということですね。まあ、とにかく、逆行して、大幅逆行しても、それ以上、お衣装払わなくていいのでね、これでですね、期待値を常に1以上にすることができるんです。これがですね、海外口座のですね、終わりなんですけども、これが海外口座のですね、こう、ハイレバ、まあ、ハイレバっていうのは、ハイレバレッジ、まあ、高い、高負荷、高いレバレッジを利用したですね、入出金投資法、入金と出金の投資法ですね。入金は、XM、まあ、証券、FX 証券会社への入金は少なく常にね。そして、これ利益出るでしょ ?5 万円、5万円入れて、まあ、4万円って9万円になるじゃない。そしたら4万円を出金していくわけですよ。どん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 。そうすると、常に5万円だけがリスクにさらされるだけなんですよ。で、すっごい増えていくから、どん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 。そして、まあ、もっとね、
10万通貨の投資じゃなくて100万通貨の投資やりたいってなったら、まあこれをまあ50万、30万とか40万ぐらいにすればね、証拠金。常に100万通貨の投資できるから。そしてどんどん増えていっちゃうからね。まあ勝率半々、まあ 50% ぐらいになるでしょ、皆さんね。だから、だいたいまあ2回に1回は20万、30万、50万って利益出るじゃないですか。そしたら、ここに入れといたら、またいつフラッシュクラッシュが発生してなくなるか分かんないから常に出していくんですよ。で、日本の銀行の方に常に貯金していって、少ない証拠金でハイレバレッジで投資をしていくと。で、なくなったら入金、利益が出たらすぐに出金で、入出金、ハイレバ入出金投資法っていうのを、まあ知ってる人はね、そんなの知ってるよってことなんだけど、まあ、初めての人は知らないよね、それね。で、国内口座ではできないですから、このハイレバ入出金投資法っていうのはね。で、これをやることによってですね、期待値を常に1以上にすることができるんです。どんなフラッシュクラッシュがあっても、何があっても、金があっても、絶対大丈夫なんですよ。絶対に期待値1を割らないんですよ。だから、お金がどんどん増えていくということでございます。はい、分かったでしょうか。このね、ルール をね、もう一度、理解してください。これ、どこの本にも載ってないですからね。うん、闇のルールですからね。はい、この動画が消されないことをお祈りしておりますと。それではね、今日はこの辺で失礼いたします。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。またね、これ以上ね、詳しいことを知りたいということがありましたら、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌、仮想通貨と FX のセミナーをね、またやろうと思いますので、参加したいという方がいらっしゃいましたら、LINE とかね、メールをしていただければと思います。日付とかはね、また追って連絡させていただきます。また、セミナーとかまたないからね、個人的に、コンサルティングやってほしいという方がいらっしゃいましたら、1日2万、触りだけやったらね、2万1600円でやってますんでね。そうか、10月1日から2万2000円になっちゃいますけどね、消費税払わなくちゃいけないんでね。またお声掛けください。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。